伸び伸びと栄新球児の野球を思う存分見せてもらいたい。在校生や教職員らおよそ150人が見守る中行われた出発式では、応援部などが48年ぶりの甲子園での活躍を願いエールを送りました。日々の練習の成果、県大会でやってきた野球を甲子園球場でそのままのプレーをやってまいります。甲子園では自分たちのプレーを貫き通し、仲間と共に一戦一勝を胸に試合に臨みたいと思います。多くの在校生に見送られ、甲子園に向けて出発した栄新ナイン。全国高校野球選手権は明日組み合わせ抽選会が行われ、6日に開幕します。